っとランキングにまとめてきました。じゃあ2022年のランキング発表。じゃあ今年のドラマランキング、今年のドラマランキングをいきたいと思います。ちょっと待って、2022年、私がハマったドラマランキング、第3位はじゃん、拾われた男。こちらはディズニープラスで見て一気見しました。 めちゃくちゃ面白い、面白すぎて、面白いし、あの素晴らしすぎて本も買いました。小説買いました。小説もより深くてめっちゃ良かった。本当に面白い。声出して笑っちゃうし、泣いちゃうし、声出して泣いちゃう。あの俳優の方のノンフィクションっていうの、なんていうの？なんか自伝みたいな書いた小説をがドラマになってるんだけど、これを小説にしますっていうところからドラマになってるの。ちょっと説明難しいんだけど何か関西で生まれ育ったんですけど、ひょんなことから東京に来て、東京で俳優になろうかなみたいに思ってたら、あの自動販売機の下に落ちてた航空券を拾って、そっから人生が変わっていくっていう、名前の通り拾われて、あのいろんな人に拾われます。めっちゃ面白い。そして次第2位はルルルルルじゃん、ファーストラブ、初恋。もうこの話も何度もしました。こちらはネットフリックスです。あんなにテレビっ子とか言っときながら、今のところどっちも配信、あでも拾われた男は NHK で待ってたかな。もう最高、本当に最高、もう言うことない、最高。そして第1位、ドラマランキング第1位はじゃーん、帰らないおじさん。そりゃそうだ、だって私出てんだもん。なんかめっちゃすごい役で出ちゃってんだもん。第1位です、どう考えても第1位。でもなんかこれどんなドラマになるんだろうって思ったけど、いい意味でこんなドラマないっていうドラマでしたよね。あのいい意味で何もない、ないようである。あの本当お正月とかにぴったりだと思います。だらーっと見てって思ったり、なんかおってなったりとかね、なんか気づいたらおじさんたちに救われてるようなドラマかもしれないですよね。あとあの松永玲子役の方いいですよね。あの方またドラマ出てほしいなね。あどういう子だろうって思ったらぜひ見てみてください。あの Amazon プライムとかパラビであります。松永玲子役の方、あの方ね、他にもドラマ出てほしいなって思ってます。じゃあ次のランキングはどうしようかな。
ゃあ、ああ、じゃあドラマ言ったので映画ランキング、今年見た映画をランキングにしてみました。すごい難しかった。じゃあ第3位、ドゥルルルルルルルじゃん、コーダ。コーダ、もうこれはもう言わずもがな。いやでもこれはもう予告が、予告、こういうドラマが始まるってなった時から絶対見ようって思ってで結構公開してすぐに見に行ったんだけど、なんていうんですか、耳が聞こえない家族の中、自分だけが聞こえる主人公で、その主人公は歌の才能があって、でも家族はその才能を聞くことができないし、その主人公がいないと家族はどうなっちゃうのかっていう、夢と家族とみたいな。で、もう手話がたくさん使われてて、今も手話のドラマとかすごい、サイレント流行ったじゃないですか。で次のクールも星降る夜に、また手話のドラマじゃないですか。でもそのさ、なんかそれより前に大ヒット手話映画手話で歌ったりするんですよ。もうやばかった。ですごいびっくりしたんだけど、映画館で見た方は同じ体験をしてると思う。映画館だからこそ体験できることがあるんですよ。映画館、家で見たら完全にじゃないと思うけど、映画館だからこそ完全にある体験ができたような気がする。だからなんか映画館で見たからこそめっちゃなんか緊張しちゃったし、なんかいい意味でゾッとした。映画館だからこそだったな。絶対に映画館って防音じゃないですか。その空間だからこそっていうのがありました。めっちゃ良かった。この曲いっぱい聴いてるでももう Amazon プライムとかで見れるはずです。ほら、話聞いてた話聞いてためちゃくちゃ見たくなった。いや嬉しい、説明上手になってきたかも。まあでも本当とにかく映画館だからこそできる体験ができたっていうので3位に入りました。もうめっちゃ迷ったけど。続いて2位、ドゥルル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 じゃん、魚の子。もうこれはタクちゃんが出る、え、しかもさかなクンって思って公開を楽しみにして行ったんです。見に行ったので、映画館入った瞬間、魚の子の写真とかがいっぱい置いてあって、でさかなクンが実際に着てた何服みたいなのも置いてあったりして、でグッズも超可愛くて、その映画の椅子に座る前からすごいワクワクしたの。それも大事じゃないですか。映画館ってさっきも言ったけど体験も兼ねてるから、そのなんか見るまでのモチベーションのも超大事だと思うんですけど、でめっちゃワクワクしたので、いざ始まったら、まず最初に始まったのがある言葉がボンって映って始まったんだよね。でそれが最初んって思ったけど、なんかそれがなんか映画って伝えたいこととか超たくさんあると思うんだけど、それって映画を通して伝えるから言葉にはしませんみたいな感じじゃないですか。けどなんかこれはもう最初に言っちゃったみたいな、それが一番ではないんだけど、最初にもう言っちゃってるし、もうそれ言われたらもうこちらも何も言いません、なのでもう見るしかないみたいな感じになるので、見てったらもうなんかなん
ていうの、さかなクンが子供の時からの話なんですけど、でタクちゃん曰く本当に本当に本当らしいの全部で、まあ、ミーボー、さかなクンがミーボーって言うんですけど、ミーボーは女の子が演じてるんですよね。でずっと可愛いんだけど、もうどんな人もミーボーは変だ変だって言うのけど、ミーボーの周りとミーボーのお母さんだけはミーボーのお魚へのなんて言うんですか、熱を絶対否定しないで、ミーボーもお魚だけが好きだからお魚だけにまっすぐなんですけど、でまあまあなんやかんやあって、でも本当に出てくる人がみんな優しくていい人なんです、全員ミーボーの周りが。なんかミーボーの周りにいる人がみんなミーボーのなんか心と、心になんかなんだろう、おーってなってるから、確かに私も近くにミーボーがいたらなんか違ったかもって思っちゃうぐらい本当に優しかった。で最初にそうやってボンって出してきたんだけど、なんと終わり方もそうなんです。終わり方はその大人になったミーボーがカメラに向かって言ってくれるんですよ。あ、それ本当にもうカミソリ刃めっちゃ良かったよね、みんな良かった。で最後終わり方、ミーボーがカメラに向かって言ってくれるんですけど、なんかそれが超良くて、私も25歳ですけど、周りの友達は就職したりとかしてるけど、私はアイドルっていう道を選んでるじゃないですか。でもそれはアイドルが好きだし、今もその自分がこの芸能のお仕事が好きだから選んでるわけであって、だから周りに何言われても自分が好きだからこの道を選んでるわけなんですけど、なんかその自分をミーボーがなんかいいんだよみたいに言ってくれたような気がして、私なんかすごい嬉しかった。その最後のセリフを聞いてめっちゃ嬉しくて、なんかあー超いい映画って思いました。その2位。でもずっと可愛くてさ、しかも面白くてさ、もう超良かった、本当にずっと可愛い。しかも私もお魚好きだからすごいなんか嬉しかったし、お魚描いたら、そのお魚描いたイベントでガチの魚くんさんがいたので、なんか魚描いたことがなんか恥ずかしいような嬉しいような感じだった。だって本物いたんだもん。でもさかなクンのショーをやってて見に行ったんだけど、客席にいた子供たちみんなさかなクンの帽子つけてて、え、いいなってなって、でなんかそのさかなクンさんにお付きの方みたいなのが、私がさかなクン好きだみたいな、しつこかったから、え、本当に好きなんですねとか言ってくれて、はいみたいな、ね、皆さんがつけてるあれって何なんですかって言ったら、なんかほとんどの人が手作りって言ってて、えと思って、確かに見たら人それぞれ違ったの、同じようなグッズのもあるけど人それぞれ違って、みんな自分で作ったりお母さんが作ってくれたりしてるんだって思ったら、みんなミーボーじゃんとか思っちゃって、そうなんか嬉しかったので、はい、そういう思い出もあるので2位です。そして第1位はじゃん、サバ缶。でっかい声出ちゃった、サバ缶。もうこれは一番だってさ、子供がやばかった。子供がもうなんか前情報なしぐらいで行ったから、え、こんな泣けるのみたいになっちゃって、もうびっくりしちゃった。なんかもう
ってぐらいまで多分泣いた。後半ずっと泣いてた。でも泣くのはなんか辛いから泣くとかじゃないです。愛おしくて泣いてた、ずっと。なんかさ、辛いとかさ、寂しいとか悲しいで泣くことが多いじゃないですか、映画。ラーゲリとか見たけど、ラーゲリもめっちゃ良かったんですけど、ラーゲリで私が一番泣いたシーンはもう心がえぐられるような辛いシーンだったから、同じようにえぐられてしまってうーって泣いたんだけど、もうこれは違う、もう愛おしすぎてずっと愛おしいんです、子供も家族も。もう忘れらんないシーンがいっぱいある。なんか駄菓子屋さんみたいなところとか、なんか無人島に行くところとか、あと子供がめっちゃいたところとか、あとはあのお父さんが来たところとか、あとはみかんのおじさんが出てきたとこ、全部みかんのおじさん出てきたとこ全部全部全部で、あとみかんを食べてるところ、甘いみかんを食べてるところ、あそこでってなった。あとお父さんの歌とかもいっぱい、でも全部愛おしい、全部愛おしすぎて最高でした。見てサバ缶、見てサバ缶も本売ってて、本あると思って見たんだけど、なんとサバ缶の映画になってたのは本の本当序盤とかで、びっくりした。最高でした。これが今年見た、今年上映された映画の第3位でした。はい。じゃあ続いて、じゃあちょっと熱く語っちゃったので、軽いやついきたいと思います。ハマった食材ランキング。これは自分でランキング書きながらよく分かんなくなっちゃったので、ボンって出します。ハマった食材ランキングいきます。はい。1位みょうが、2位かいわれ大根、3位明太子って書いたんだけど、その後からえ、幸楽の餃子の方がハマってないって思ったり、え、サバの方がハマったよねと思って、なんか結局ぐちゃぐちゃになりました。でみょうがとかいわれ大根を一緒に並べたいぐらい、このなんかこうをつけがたい、この2つは一緒に並べたい。なんか私的にはあのツインズもう仲間、ニコイチもう夏からずっと食べてた、で明太子は最近ハマったからなんか書いちゃったけど、違うね、絶対に幸楽の餃子の方が食べてたし、絶対にサバの方が食べてた。幸楽の餃子は1年を通して食べて、みょうがとかいわれ大根は1年の前半に食べまして超ハマった。1年の前半、上半期の1位、この2つで、下半期の1位がサバですね。で1年を通しての殿堂入りが幸楽の餃子でございます。じゃーん。はい、以上です。じゃあ次は どれ行こうかな。なんか意外とすぐ終わる。よし、じゃあ、これにします。出演ランキング、イエーイ。自分が出演したもののランキングです。なんか思い出、楽しかったとか、トータルでランキングにしてみました。
では3位、3位はじゃん、落語。11月にえなんかやってみました、落語。11月三鷹で本番があったんですけど、なんか落語をやってみるって言われて、なんかみんなやってるしやってみようかなみたいな感じだった。で台本来たら、えガチやんみたいになって、なんか女の子が、しかも私みたいなアイドルとかがいる女の子たちが落語だから、なんか落語もどき、まあ落語もどきなのかもしれないけど、なんか落語風袴着て座布団座ってちょっとヘラヘラ喋ってみたいな感じかと思ったので、台本見たら、まず自分の台本が届いてなかったから他の方の台本見たら、なんかえみたいになって、なんか出てくるワード昔っぽいワードばっかで分かんないし、えガチやんみたいになったの。えどうしよう、20ページあるみたいになって、で自分の台本が届いたら、なんか女の独り言で私のはただただ銀行で働いてる女性が独り言やべ、なんか喋って、なんか銀行強盗来て興奮してみたいな、もうめちゃくちゃなんかすごいこう激しい独り言で、独り言すぎてこう会話が多いと思ってたの、落語ずっと一人なので、やばと思って、なかなか台本も完璧に覚えるの時間かかって、で演出の方とか、もうこれ初めて新作だったからどんな反応もらえるか分かんないって、怖すぎと思って、でもなんか稽古してけばしてくほどめっちゃ楽しくて、なんか独り言一人芝居、なんか自分で積み重ねて自分でどんどん乗ってく感じがすごい楽しくて、そう、まあ本番は噛んだ時もありました。初日はガチガチに緊張しておりました。後半はカミカミでしたけれども、まあ、それも含めていい経験だったし楽しかったなって思う。でこれが一人落語で、二人落語っていうのもあって、でそちらは台本来たらワンしかなくて、えみたいになって、いやいいやって、まず一人落語は完璧にしてから二人やろう、どうせワンだけだしって思ったの。だってワンしかないんだもん。で一人落語が落ち着いて二人の方を目通したら、結構後半セリフあって、ワン以外もあって、でこれなんか舞台上でワンしか言わないとか、なんか痛くないかな、痛いなみたいな思ったの、思ってて、これ滑ったらしんどみたいな思ってたら、すごい笑ってもらえて、この二人落語、私稽古しててもめっちゃどんどん楽しくなってて、なんかワンも超上手になってくるし、どんどん、そうすごい楽しかったです。でなんかワンも、あワンが上手になりすぎて、ワン頑張りすぎて、本域のワンと本域の独り言で興奮してたから、もうなんか本域のワンで最終日の最後の公演とか本当に喉がギリギリだった。私どんな舞台出てもあんまり喉やっちゃったことないけど、本当に最終日の最後の時はワンがギリでワンに注いでました、全てを何だったんだろうあれ本当に。で私はこの落語最終日、一人牛丼、ネギだくつゆだく紅生姜てんこ盛りを買いました。大盛りじゃなかったけどチーズ牛丼にして、ネギだくつゆだく紅生姜てんこ盛りよくもみる丼で挑みました。え待って、落語今できんのかな、来てくれた方しか楽しくないと思うけど、ちょっとさ思い出してやってみていい、こう出てきて
まあ、なんとか適当に喋って歌よみどり、こちらうぐしという意味だそうです。古今和歌集の一節、花に鳴くうぐいす、水に澄む河津の声を聞けば生きとし生けるもの、いずれか歌を読まざりける、うぐいすの声、カエルの鳴き声を聞くと誰でも和歌を読みたくなるという意味なんだそうです。確かにうぐいすの声、カエルの鳴き声を聞くと和歌を読みたくなりますよね。読みたくなったことあるよって人なんか喋りまして、ふう。ここは大都会東京、一羽のうぐいすがビルの間をスーッとすり抜けて少し閑静な街並みの少し古めな建物に到着する。令和銀行と書かれてある看板に止まって綺麗な鳴き声で鳴きます。ほうほうけきょ、あ、忘れた。あ、どっかでうぐいす鳴いてる。こんな大都会でお疲れ様ですね。制服を着て受付に座っている京子は今日も銀行での流れ作業の日々でございまして、75番でお待ちのお客様、大変お待たせいたしました。はいはい、こちらの通帳が機械に反応しない、あ、大変申し訳ございません。ではこちらで処理させていただきまして新しい通帳に変更させていただきます。では現金の引き出しをよろしくお願いしますか。かしこまりました。ではこちらのご用紙に暗証番号と引き出す金額の記入をお願いいたします。ありがとうございます。少々お待ちくだ、お待たせいたしました。では 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 万円でございます。ご確認くださいませ。新しい通帳ですが、あちらのなんとかの窓口にてお願いいたします。あ、私分かった、数字が覚えてないけどこの漢字覚えてるわ。全部いけそう、数字以外。ラッキーナンバー13か。あ、え、いけそう、すごい。待って、やりたくなっちゃったけどよくないよね。うん、でもこうあって、また独り言言って、吉行さんが来て、吉行さんタイプじゃないんだよなみたいな、すごい失礼な話をして、ロン毛だからタイプじゃないんだよねみたいな話をして、私はさ、もっとこう安定な、なんかこう安定な仕事だけど、こういう未来がいいのよみたいな言って、あーでもクソ暇だなみたいな、銀行強盗とか来てくんないかなみたいに言って、そしたら銀行強盗が来てみたいな、銀行強盗がめちゃめちゃタイプでみたいな、で銀行強盗マスク取ったらめっちゃロン毛でしたっていうオチなんですよっていう落語で、めちゃくちゃロン毛をディスってたのね、落語でだよ。だからでも私はさ、こう客席を見てさ落語言ってるからさ、あーって思うの、ごめんって。でもこれは私の言葉じゃないよって、台本に書かれてあるから読んでるだけで、私はロン毛嫌いって言ってないよってすごい思ってました。すごい思ってたからね、私の言葉じゃないって思ってたからね。すごい覚えてるもんだわ。あとでボソボソ自分でやってみよう、最後まで。はい、では続いて第2位はじゃん、感激者。これは5月にシアターグリーンでやったあれなんですけど、なんかなんで2位だったかっていうと、なんか一人芝居だったんですよね、ほぼで、ずっと正面向いて正面に相手がいると思ってやらなきゃいけなくて、すごい初めてすぎて、そんな手法で稽古も1対1だしむずっと思って、でもそういうなんか初めてとか難しいとか、なんかそういう舞台は他にもいっぱいあるけど、なんで2位かっていうと、なんか感激者側を描いてて、私はいつも舞台に立つ方じゃないですか、だけどファンの皆さんはいつも感激者じゃないですか。私を応援してくれるために、あの客席に座って私を応援してくれるじゃないですか。なんかそっち側を描いてるっていうのがすごい嬉しくて、なんか皆さん、いつも応援してくれるファンの皆さん
に寄り添えるような作品なのかもしれないなと思って、そうすごいそれがね嬉しくて、でなんか実際あのパパとママ見に来てくれたんだけど、なんか自分の話みたいだったみたいに、すごい良かったって言ってくれて、珍しく。でなんかそれがすごい嬉しくて、だから見に来てくれた皆さんもちょっとでもなんか、ちょっとでもなんかなんだろう、自分の話だったみたいな、嬉しいって思ってもらえてたら嬉しいなって思った。あとなんか舞台入って、まず客席がね置いてあるっていうのもすごい面白かった。そうなんだよね、結局さいろんな人がいて、みんな、私はあの学生時代に友達に借りた演劇の DVD を見て、え面白いってなって、私絶対演劇を、ん、演劇に関わる仕事したいって思う女の子で、とかあの舞台俳優が好きな女性と、それに連れられてきた彼氏とか、あと娘の初舞台を見に行く両親とか、普通に舞台見に行くのが好きで舞台のためにバイトしてお金を貯めてるけど周りからなかなか理解してもらえない、だけど行くっていう人とか、あとは東京に上京してきて、東京って言えばいろんなことがあるけど、こんなにも舞台が、劇場があっていろんな舞台がやってるのは東京だけだって思って、舞台が好きな女性で、でもいろいろあって実家に帰らなきゃいけないから最後の感激をしに来た人とか、もう一人一人めっちゃいいストーリーがあるんですよね。伝わってるかな。で、まあ、なんだけど、みんななんか一人一人違うめっちゃいいストーリーがあるんですけど、結局その持ってかれちゃうのが、その舞台のプロデューサー役の人なんだけど、そのプロデューサーとして見に来たんだけど、トイレに行きたくて仕方ないっていう人がいて、もう結局そのトイレに行きたいけど行けないっていうストーリーが強すぎて、全部ね持ってかれちゃうっていうね、おもろかった。美味しい、あれすごかった、あの人のなんかキャラ強烈、強烈でした。でもすごい10人ぐらいいて、10人それぞれのドラマがあって、でなんか舞台を見てるんだけど、舞台を見てるっていう舞台なんだけど、その見てる舞台の内容もリンクしてたりとかして、なんかすごいおしゃれだったんですよ、なんか台本が。で私の役となんかその子供を見に来た両親、どっちもストーリーがちょっと親子の言い合いとかかぶってて、だから私二役演じてるのみたいに思われてたけど、実は一人でただリンクしてるだけだったとか、なんかすごいおしゃれで、そうなんかそのうん、あんま説明するのも難しいからこれくらいでじゃあ続いて出演ランキング1位はじゃん、帰らないおじさん。もうそうだよ、しつこいよね、すごいよね本当に、ごめんね。でもそうなんだもん、1位なんだもん。これはドラマ連ドラってなかなか出たことがないんですけど、連ドラにやっと出れちゃったみたいな、レギュラーで出れちゃったやったみたいな、もうなんか思い入れも強いですし、うん、はい、1位です。そうなんだよね、電車にもね広告があったりとかね、嬉しかった、本当に嬉しかった。
あとは帰らないおじさんで検索すると、もちろん私のファンの皆さんはツイートとかしてくれるんだけど、私を知らない人も玲子ちゃんって呼んでツイートとかしてくれてて、なんか自分と撮影現場では玲子って呼ばれてたしけど、撮影ができ撮影終わって作品ができて届けたか届けて、で届いた方にちゃんと玲子として認識されて、その人の中に玲子っていうのがいるっていうことがすごい嬉しかったの。あ、初めての感覚でした。それはこんな嬉しいんだって思いました。はい、続いて、ライブランキング。はい、これは今年やったライブでのランキングです。これ難しかったよ。第3位、じゃん、エイトの日。エイトの日2回あったんですよ今年。知ってますか？1月にやったのも実はエイトの日じゃん。あ、本当だ、ゆくくま、ありがとう、フット、ありがとう、ゆくくま、ありがとうございます、ありがとう。はい、エイトの日は1月にもあって、まあ、そっちじゃなくて8月の方、8月8日にエイトの日ができたのはほんと数年ぶりっていうことで、おーってなって嬉しかった。なんかリモートとかでね、8月8日のエイトの日はやってたけど、当日にちゃんとライブしてみんなで会ってっていうのはほんと久しぶりだったからすごい嬉しかったです。そしてまさかのサンリオ、まさかの、だから行けなかったよって人も多かったんだけど、で私きりみちゃんがずっと大好きだったから、エイトに入る前から大好きだったから、そんなきりみちゃんの生息している場所でこうやってエイトの大事な日を迎えれたっていうのがすごい嬉しくて、でも残念ながらきりみちゃんはステージには来てくれなかったんだけど、客席にきりみちゃんがたくさんいて、私のファンの皆さんがきりみちゃんをいっぱい持ってきてくれて、だからきりみちゃんに会えたし、私も連れてったし、きりみちゃんと一緒に踊れた。お祝いしましょう、かわいいフェスティバル、世界の人すべてにありがとうって、こうここにきりみちゃんつけてね踊ってました。楽しかった。エイトの日、エイトの日はだから来年のエイトの日は8月8日はエイト休止中かもしれないから、もしかしたらかもしれないというか、まあね、だからね、そっか、サンリオが一旦最後のエイトの日だったまさかの、まさかのね。いやでもわかんない、エイトが休止しても私たちにとってはエイトの日はエイトの日だからね、うん、間違いなく。そして第2位、じゃん、サマステ。サマステ、今年の夏ぐらいからこういうフェスとかが戻ってきて、やっぱり私たちの夏っていうのはフェスなんですよ。ティフとかさ、アットジャムとかさ、ねえ、いろんなイベントほんとあって、外とか中とか昼とか夜とかね、でエイトの日もあってみたいな、それがエイトの夏だった。だけどやっぱコロナでなかなかそういうのが無理になって、で私ほんと久しぶりだったんです、今年の夏が、こういうエイトの夏っていうの。あ、今日はこのフェス、あ、明日はあのフェスか、え、でも明後日あれだからあっちのリハもあるのかみたいな、え、今日と明後日立ち位置違うのみたいなとか、え、久しぶりすぎてめっちゃワクワクしてたの。そのなんか夏っていう感じの夏で、でサマステは2公演あって、
で昼は灼熱の中だけど、あの風強くて気持ちよかったみたいな。でユニットとか多めでやりまして、で夜は夜の野外ってすごい久しぶりだったんだけど、めちゃくちゃ最高で、なんか夜ってだけで人間テンション上がるじゃないですか。だからみんなテンション上がってるし、風気持ちいいし、めっちゃ風吹いてて、でペンライト綺麗だしみたいな、もうなんか最高で本当に。でめっちゃ暑いし、で汗だくだくだだくだくで、楽屋帰ったらスタッフさんがアイス買ってくれててみたいな、最高かよみたいになって、もう本当にめっちゃ思い出です。エイトはこれだよなって思いました。私やっぱそうね、なんか前の方も後ろの方もなんかみんな楽しんでるように見えた。もちろんマスクしてるから表情とかはなんか見えづらいけれども、でもなんかすごいみんな楽しんでるように見えて、それがすごい嬉しかったです。フェスってやっぱそうだよね、みんな楽しいって感じ。そして第1位はじゃん、僕の太陽公演初日です。僕隊はずっとずっとずっと大好きで、 AKB 入る前から僕の太陽公演の CD 持ってて、多分入る前だったよね、うん、で本当に大好きで、この公演で入る前からなんかオンデマンドみたいなやつで超見てたし、だから本当に好きだったの。でもだからいつか8で僕隊やりたいねって何人のメンバーと話したことか、けどまあなかなかそれはできず、そしたらなんか突然僕の太陽公演始まって、でも8は出れませんって、エイトは兼任チームあるから、そもそも2公演出てるから僕隊はちょっと出れませんみたいになったんだけど、なぜか突然エイトメンバーも出れますってなって、出たい人ってなってすぐにはーいみたいになって、でもスケジュールの関係でちょっと後にはなったけれども、できまして、僕の対応初日が決まって、でもその初日が本当ここら辺だったんですよね、結構大変で、で全部自分で覚えなきゃみたいになって、先生とかいない、全部自分で覚えなきゃやばいってなって、中盤全く覚えらんないんだよね。メラメラ燃えるした心が本当に覚えらんなくて、そう、そこはせこずったけど、で本番も本当ギリギリだったけど、めっちゃ楽しかった。なんか夢が叶った瞬間って感じでした、この初日で。小田もずっとなんか僕隊やりたいねって一緒に言ってたから、そんな小田と一緒に初日を迎えれたのもすごい嬉しくて、やっぱ曲がいいですよね全部。だって私オーディションで歌ったのランランランですよ。ランランランをオーディションで歌った私がランランランを劇場でその公演で歌えたんです。すごくないですか。本当なんか夢が叶った、すごくない。なんでランランラン選んだんだろう、オーディションで。でもやっぱ好きだったんだろうね。そう、本当僕隊出るたびに最高だなって思ってて、でもその中でもやっぱ初日は本当忘れられない感動と緊張だったので1位にしました。本当にずっと緊張してた、もう震えって感じ。ライブランキングでした。じゃあ続いて悔しかったランキング、まあこういうのも入れとこうかなみたいな感じで、じゃあ悔しかったランキングをちょっとサクッといきます。こんな悔しい話を長々話してもよくないと思うので、
第3位じゃん、赤の女王。これは2月かなに2週間ぐらいあった舞台で主演だったんですよ。主演なんてさ、私が主演大丈夫みたいな。まずね、しかも歌めっちゃあるらしいよみたいな、え聞いてないみたいになって、やばいやばい。 しかも私はなんかストレートのお芝居が好きなのと、なんかなるべくナチュラルなのが好きだから、こういう赤の女王はなんか西洋のお話でドレス着てごきげんようみたいな感じだから、えちょっと待って私無理みたいになって、やばいかも、そのなんか女王様とか絶対できない、苦手、そういう芝居苦手みたいな感じだったんだけど、なんと主演なのに召使い役、あよかったってなったの。地べたで雑巾拭いて、なんかすごいガチの女王様たちに憧れるみたいな、まあね最初はだから、よかったって割と演じやすい方だったみたいになったんだけど、まあ、そこはよかった。設定もすごい好きで、なんか私の役はなんか一番悪いやつなんだけど、それを外に出さずずっと嘘をついてるやつなんだけど、まあ一番悪くはないんだけど、なんだけど、まあすごい作品も役もすごい良くて楽しかったんだけど、なんか本当に主役としての自分が全然主役として入れなかったなっていう悔しさ、せっかくの主役だったんだけど、なんか主役としてもっとできたことがあったんじゃないかって、もっとなんか引っ張ったり、もっとこう座組をもっとこう一丸とさせたりとか、なんかそういうことまでできなかったっていうのが悔しかったなっていう。あとはなんか主演なのに、主演なのにもっと頑張んないとみたいなことを結構言われちゃったから、それで本当にもう心を閉ざしまして、この時期はなかなかね、人と喋ってみんなと仲良しみたいな感じではなかったですね。頑張る頑張るみたいな感じでしたっていう意味の悔しかった。全然病んでない、病んではない、なかなか病まないです。そして第2位は草津ドラマ。まあこれはもうマジでいろいろありまして、本当にもう本当に悔しかった悔しかったっていうか、なんか衣装合わせがありますって言われて衣装合わせに行ったんだけど、なんか衣装なくて、その衣装合わせに行ったんだけど、なんか実は呼ばれてなかったみたいな、実はもともとあった役が変わっちゃって、なんか清水さんをなんかどうやって出そうか悩み中ですみたいな感じで、あ衣装ないんだみたいな、なんかもういろいろ言えないようないろんなことがありまして、なんか湯もみをするっていう、でもわざわざそんな私に役なんてもないのに、わざわざ湯もみをさせていただいて本当に感謝してるし、優しさって感じなんだけど、初めて泣きながら帰って、その衣装合わせの日初めて泣きながら帰って、初めてスタッフさんに泣きながら電話した。なんか私って本当にそういうのを言わないから、スタッフさんとかにびっくりしちゃって、スタッフさんがマリアちゃん泣いちゃってるよみたいな、なんでどうしたの、泣いて電話とか初めてでびっくりしてるんだけどどうしたみたいになっちゃって本当に周りを戸惑わせてしまうくらい本当に辛かった。でもまあ仕方ない、選抜じゃないしって言われちゃったのも悔しかったんだけどまあでもそんな悔しいことも乗り越えました。この日はもう本当泣きすぎて、でその後ムカついてきて、でその後お腹空いたので、牛丼と焼きそば、あとレモンサワーをいただきまして、上機嫌で寝ました。アイスも食べたかな。大丈夫、自分の機嫌は自分で取れる、全然大丈夫。
して第1位は単独コンサート。単独コンサートはあの悔しい、なんだろう、なんか外周って呼ばれすぎて、もうなんかもうあれ私って AKB だっけみたいになっちゃってなんか、まあ、でも逆にそれが今となっては思い出なんだけど、でもこれはもうあれでしょ、もうさよならモーリーさんでみんな話してたんでしょ、だからそれです。でも今となってはもうみんなで笑い話だから、もう全部、まあ、これは今後の課題です完全に。3位はだけど1位2位はもう全部もうあのなんか消化したというか消化できてるけど、その時の悔しさは半端なかったよみたいな。でもリハとかしてて単独コンサート、これファンの皆さんに申し訳ないなみたいな、こんな後ろで端っこで踊っててみたいなって思ったんだけど、本番出たらもうなんかどんなとこでもうちわがあって、でうちわを持ってくれる方は私がどんなとこにいても私を見てくれてて、なんか本当に嬉しくて、なんかねありがとうって思いました。うん、もうマジでどこにいても輝いてやるぞって思いました。ファンの皆さんのために、自分のファンの方のためだけにって思いました。うん、っていう気持ちが改めて気づけたからいいコンサートだった、うん、では最後のランキング、嬉しいランキング、イエーイ。もう悔しい話は今年に置いて、嬉しい話題で来年に行きましょう。では3位、じゃん、シュープレ。まさかやん、だって嬉しいことなんていっぱいあったよ今年だけどさ、まさかだったからこちらはね。これはあの出て春ぐらいからなんかやってみるみたいなって打ち合わせとかがあって、で全然なんか撮影とかなくて、あーなくなっちゃったのかなって思ったら、夏に海行きましょうみたいなって、海で撮れるってなって、シンプルに夏の思い出ができた。なんか海入って、海の家でかき氷食べて、砂風呂入って、サウナ入って、水風呂入って、外気浴してプール入ってみたいな、シンプルに夏の思い出でしたし、やっぱみんなびっくりしてだからしめしめって思ったし、あとシュープレってすごくない？シュープレって誰もが知ってる本じゃないですか。すごいよね。でなんかインスタに載せた写真がバズって、19,200 いいねぐらいあって、でびっくりなんだけど、このリーチ、この画像を見たアカウントが45万人がさこの画像を見てんのよ。これはバズったと言っていいでしょうと思って、またなんか今度は水着じゃない写真でバズれたらなって思います。すごいよね、45万人ってすごくない？フォロワー以外が43万人が見てくれて、保存もさいっぱいしてくれて嬉しい。バズを体験しました。では2位はじゃん、ショールーム1位、本当にミニイベントで1位になって、でもう
この1位をいただいたらもう次は参加しませんと思って、ショールームイベント、ショールーム選抜は参加しなかったんだけど、その後にお料理選抜が出てきて、でお料理って言われたらやるしかないじゃんと思ってやってみたら、なんと1位で、2回もショールームのイベントで1位になれたので本当に嬉しかった。なんか自分がこれ頑張りたいとかやりたいって思ったことに対して皆さんが前向きに応援してくれるっていうのがすごい嬉しくて、しかもこちらは結果がついてきて嬉しかったです。まあでもそのお料理選抜、私が1位になったイベントの時は詳細がまだね皆さんには発表されてなかったからあれだったけど、でもまあ実はこういう企画につながっていまして、だからこそ絶対1位になるぞと思ってやってました。はい、まあ、コロッケ部になってそこからいろいろありましたけれども、結果はまだだもんね。いやでも嬉しかった、本当みんながこんなに応援してくれるんだと思って嬉しかったです。そして1位はドラマ出演。もうしつこいよ、今日のランキングで何回入ってきたんだよ、しつこいね、すいません、しつこいですけれども、だってさ嬉しかったんだもん、嬉しいランキングでしょ、嬉しかったんだもん。ありがとうございます、ありがとうございます。まあでもこのドラマに出演できたのは、まあ、3月ぐらいに純喫茶に恋をしてっていうドラマに出たんですよ、ゲスト枠みたいな感じで。でそれ見てくれましたか？そのドラマもすごい面白くて、純喫茶好きな男性がそのお店ごとにマドンナに出会って、そこでの物語があるんだけど、私はその名古屋の純喫茶で出会う女性役だったんだけど、名古屋のアイドル、名古屋なんだっけ、コーチンエンジェルズっていうアイドルグループの水滝担当、何担当だったっけな、なんかの担当のアイドル役で、でその相手役の田野さんが演じるその同じアイドル役の子となんかちょっと喧嘩するみたいな、ですごい面白くて、しかも純喫茶、出てくる純喫茶は全部実際にある場所でそのメニューも紹介するみたいな、めっちゃいいドラマで、でそれきっかけでなんとこの帰らないおじさんに出ることになりまして、で帰らないおじさんに出るってなって、でも連ドラにそのなんかレギュラー、しかもなんかヒロインみたいな感じで出るなんて私にはねありえないと思ってたことだったから、そんなありえないほどの嬉しい出来事が決まって、やっぱ悔しい思いもたくさんしてきたから、選抜なのにやってやったぜみたいな思うし、正直最初はね、みんなをギャフンと言わせちゃうぞみたいな思ってたの最初はね。私が今までなんかいろんな決断、なんか選ぶライブとかコンサートとかじゃなくて、自分がやりたいお芝居の道を選んできて、それでいろいろ犠牲にはしてきたけど、それがここにつながったんだぞ、ギャフンと言わせちゃうよみたいに思ってたんだけど、まあ、いざどんどん近づいてきたら超不安で、そんなこと言ってらんない、もうみんなに会いたいよみたいなぐらいで、なんかいざ撮影始まったら、やっぱドラマって時間ないし、ほとんどロケだったから余計時間なくて、もうその中で私は不慣れな私がやっぱりね難しいんですよ、なんかそこに馴染むまでが、スピード感とか
対応力とか緊張もしてるし、で最初は本当に本当に毎日あーもうやばい私がこのドラマを引っ張っちゃうってメソメソ帰って、家着いたら日記みたいな書いて今日もああだったみたいな、明日こそはこうしたい、ああだこうだメソメソみたいな日記書きましてで、まあ、次の日も朝から撮影頑張るぞみたいな。でも何きっかけだろうな、徐々に本当に本当に徐々に現場にも慣れてきて、うん、でやっぱ舞台と映像全然違って瞬発力とかがすごい大事っていうか、なんかもう難しくて、とにかくだけど、まあ、徐々に慣れてきて、うん、なんかその撮影の大変さも楽しさもこの1ヶ月でギュッと知れたなって思って、で本当何より感謝でいっぱいの1ヶ月だったから、本当に胸がいっぱいで毎日、そうで撮影が終わったと思ったら放送がすぐ始まって、で放送始まったらもうファンの皆さんみんな喜んでくれたり見てくれたり、でさっきも言ったけどファンじゃない私のこと知らない方が私を知ってくれたりとか、玲子っていう存在を知ってくれたりとか、本当になんかそういう嬉しさも知って、ドラマが決まってからも嬉しかったし、撮影中も嬉しかったし、放送中も嬉しかったっていう嬉しい期間が長すぎて、もうこれは嬉しい1位です。ずっと嬉しかったから、うん、1位。まあでも本当これをこの経験が本当に本当に本当にすごいことだっていうのは本当に本当に思ってるし、本当に誰よりも分かってるので、この経験をね来年生かせるように。でも今年はやっぱりこう嬉しいことが多かったから、まあ、自分に良かったねって言ってあげたいなって思ってます。うん、で私がなんかこうよかったね嬉しいっていうことがいっぱいあったから、ファンの皆さんも同じだったら嬉しいなって思います。はい、いい感じで締まりました。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ランキング発表、10個もランキング発表いたしました。イエーイ。はい、すごい濃い1年だった、マジで本当にいい1年だったので、今年よりもいい1年になるように来年健康でいましょう。お、11時、やばい、お風呂入んないと。え、今年終わるまであと1時間、来年まであと1時間。明けおめね、本当に本当に今年もありがとうございました。皆さんこう嬉しいことがいっぱいあったのも皆さんのおかげだし、こうやって嬉しいことをすごい嬉しいって報告して嬉しく思ってくれるっていうのはすごい嬉しいことだし、なんかお揃いの思い出がいっぱいあるって超素敵なことだと思うので、来年もいっぱいいろんな思い出を作っていきたいなって思います。来年はね、来年は何よりもチームエイトが活動休止なので、もう私はこの9年本当チームエイトとしてなんかアイドルしてきたから、なんか本当そのチームエイトとしてのみんなとのこの9年が一旦終わるっていうのが本当に意味がわからないんだけど、でもそれって絶対に人生で
一大イベントかもしれないじゃないですか。だからそれすごい楽しみ、めっちゃ寂しいけど楽しみ、どんなコンサートになるかなって、どんな一日になるかなっていう楽しみです。当たった？チケット。お、よかった、みんな当たってる、よかったです、よかったよかったよかった、ありがとうございます。まあ休止っていう名前だけどね、そういう休止っていう名前だけどね、休止って言ってるなんかアーティストさんとかいっぱいいるもんね。でも再会した時に自分がいるかも分かんないもんね。ね、そんな2ヶ月後に再会とかないしでしょ。そんな何の休止だよみたいになっちゃうからね。でも分かんないけど、いつかは再会すると信じての休止なので、そう、また会えるよっていうあれなのでね。そのまた会える時。会いたいけど、そのまた会える時に皆さんもちゃんと好きでいてくれるかなみたいなのあるよね。そんな例えば5年後だとするじゃん、5年後、5年間エイトとしての活動がなかったら、エイト好きな皆さん5年間でね、私も25ですので30 でも30、綺麗な30になりたい。女性の30歳って最強だと思う。私はほんとにそう思う。だからなんかアイドルしてると年齢どうのとか言うけど、普通に最強じゃない？年を重ねるっていうのは、最強だと思います。年を重ねるっていうのは本当にいろんな経験が積んで、いろんな出会いもして、どんどんさ年齢の分さ強くなるわけじゃん、いろんなことが。だから私は本当年齢を重ねることはすごい素晴らしいことだとは思うんだけど、なんかアイドルやってると言われるじゃないですか。私も8入った時16歳だったのにおばさんおばさん言われてたし、そのせいで、ああ自分はもうアイドルとしておばさんなのかって思ってきたと思う、思ってきたんですよ。私たち同世代、私たちの代は。でもさ今さ16、17の子ってさ若いって言われるじゃないですか。18でも19でも若いって言われるじゃないですか。だからもしタイムスリップしてその頃に戻れるなら、そんなおばさんとか言ってくる声は無視して若いんだよって怒ってあげたいです、自分を。でもそのせいでなんか本当にその10代のアイドル人生、自分は若くないんだって思ってきたから本当にそれがマジもったいないマジで本当それもったいない時間だったよねっていうのを結構メンバーと話す。でもそんなこと言われてたけど、もう25でもチームエイト AKB として楽しんでますので、関係ない年齢なんて。なので来年は26歳になりますがよろしくお願いします。皆さんも年を重ねてますのでね。そう、ペナちゃんも結婚、山田は子供ができて、ほんとエイトメンバー初期面すごいよね。ね、ほんとにめでたい。
よし、じゃあ年越すまでにお風呂に入りたいのでお風呂に入ろうと思います。来年、あ、じゃない、明日も配信します。なんか面白いの見つけたから今日買った、明日の配信でやろうと思います。何時ぐらいだろう、わかんない、何時ぐらいだろう、確かにわかんないけどやります。では、あ、ランキング、20位ジェリー、ありがとうございます。19位清水、ありがとうございます。18位タッチゴール群マニア、ありがとうございます。17位コバ群マニア、ありがとうございます。16位高幸、ありがとうございます。15位藤子、今年もありがとう、ありがとうございます。14位三角おむすび群マニア、ありがとうございます。13位同胞葵、ありがとうございます。12位ケンケン、ありがとうございます。11位親ちゃん、ありがとうございます。10位りょう、来年もよろしくね、よろしく、ありがとう。9位しーちゃん、ありがとうございます。8位みくにやぜんじろう、ありがとうございます。7位ひろのり群マニア、来年もよろしくね、よろしくお願いします。6位チャー、ありがとうございます。5位ジャン群マニア、ありがとうございます。4位おさくり群マニア、年女お疲れ様、ありがとうございます。あ、年女じゃなかったよ、牛年なのでねえ、牛トラウ牛年でございます。来年うさぎ、かわいいうさぎ年、うさぎ年です。うさぎ年の人いますか、かわいい。3位フット、2022年も楽しかった、2023もよろしく、こちらこそありがとうございます。ゆく年、あ、ゆくくまもありがとうございます。2位そうすけ群マニア、ありがとうございます、ありがとう。そして1位はアッシー千葉、ありがとうございます。アッシー、ありがとう、ありがとうございます。では終わります。明日は筑前煮がね出来上がるので、もう出来上がってますけど、その写真載せますね、作ったやつ。ありがとう、バイバーイ、バイバーイ。